は小湊鉄道里山トロッコ列車をご利用くださいまして誠にありがとうございます。この里山トロッコ列車は2015年11月より運行を開始し、養老渓谷から上総牛久までの 18.5 キロ約1時間かけてゆっくりと走っています。トロッコとは荷物や人を運ぶために使用する小型の貨車のことです。小湊鉄道では線路の補助を行う人たちが機動バイクと呼ばれるエンジン式の線路用自転車でトロッコを引いて作業現場に向かっていました。この機動バイクに乗ると四季折々の沿線の風景だけでなく風の音や里の匂いなどを直に感じることができます。この開放感を多くの方々に味わってもらいたいとの思いから里山トロッコ列車は計画されました。